山形正景に見込まれた男、武田信玄の目となった若獅子、三枝正貞。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり聞こうは、三枝正貞について紹介していこうと思います。戦国最強を謳われた武田信玄の家臣団には、武田四天王を筆頭に武田24将といった優れた武将たちが属していました。今回ご紹介する三枝正貞もその一人。大和朝廷の頃から続く名家の出身で、あの山形正景に武勇を見込まれた優秀な武将です。武田信玄には我が両目なりと言われ、信頼された彼の生涯をじっくりとご紹介したいと思います。日本書紀にも名前があった三枝氏。三枝氏は甲斐に古くから土着してきた豪族でした。大和朝廷の頃にはすでに住んでいたようで、日本書紀にも名前が登場するほど歴史ある一族なんですよ。しかし平安末期には熊野神社勢力と甲斐の神で三枝氏の上役だった藤原氏との対立が起き、三枝氏は熊野神社側を吸収します。ただこれが大問題となり、三枝氏は禁錮という厳しい処分を受けることとなり没落してしまったのです。その後甲斐には源氏が入り、やがて甲斐武田氏となっていきます。三枝氏は違う姓を名乗りつつ武田氏に従いました。ただ武田信玄の父武田信虎の頃に三枝氏の宗家が絶えてしまいます。それを惜しんだ信虎が石原盛綱に名跡を継がせ、彼は三枝盛綱となりました。その息子が正貞の父三枝虎義となります。そして天文6年1537年、正貞は虎義の嫡子として生まれました。名前については森友という説もありましたが、今では正貞の方が正しいのではと言われているそうですよ。武田信玄の近寿となる正貞は父虎義とともに武田信玄に仕えました。信玄の下で近寿となり、真田昌幸などとは同僚になったようです。信玄のそばで戦の経験を積んだ正貞は川中島の戦いや西神津家攻略戦に参加します。この時には侍大将に抜擢されていたようですね。箕輪城攻めでは先陣を務めて城内に攻め入り、倉賀野城を攻略するなど大きな功績を挙げ、侍大将の肩書きに恥じない働きをしました。実は一時信玄の歓喜を被って蟄居していたこともあったようです。しかしこうした働きにより主君の信頼を取り戻していきました。やがて叔父の維持の教育、貢献を命じられたり代官を務めたりするようになるなど、歓喜が解けたことが証明されています。慶喜事件と駿河侵攻。永禄8年、1565年、信玄の嫡男武田慶喜が信玄への謀反を疑われて幽閉されるという慶喜事件が勃発します。この事件では信玄の重臣であり山形正景の兄である小部虎正が計画を立てたとして自害させられるなど、家臣団には激震が走りました。その後家臣団は信玄への忠誠を示した起請文を提出しましたが、そこに正貞も名前を連ねました。それから2年後慶喜は幽閉されたまま亡くなり、慶喜の正室だった今川義元の娘は実家へと送り返されました。これはつまりこれまでの武田と今川の同盟関係が崩れたことを意味しています。そして信玄は永禄11年、1568年に駿河侵攻を開始したのでした。わしの両目の働きと信玄に称される。元亀元年、1570年、武田勢は駿河の花沢城を攻め、ここに正貞も参加しました。
ここは今川方の武将小原静実、大原助義友が守っており、彼の指揮により城兵たちは城から大木や巨石を投げ落とし、熱湯を浴びせるなど激しい抵抗を見せ、なかなか落城とはなりませんでした。攻めあぐねた正貞は同僚である真田昌幸や曽根正代らと相談します。信玄の近守として共に仕えた彼らは、正貞にとっては以心伝心の間柄だったと言っていいでしょう。そして彼らは軍から特に精強な兵を選抜し、城門へと突進させました。城門は見事打ち破られ、正貞は1番槍、正幸と正代が2番槍を上げ、こうして花沢城は海上の運びとなったのです。信玄は、わしの両目の働きをするのは1に西草、2に真田、3に曽根だと言い、正貞の働きをたたえ、3人をいつも組ませて戦などに当たらせたそうですよ。山形正景の娘婿となり、若獅子とたたえられる。元亀3年1572年、信玄は室町幕府将軍足利義昭の求めに応じ、畿内を目指して征城作戦を開始しました。その途中には徳川家康の領地三河がありましたが、そこで起きた戦いにも正貞は参戦しています。その中でも彼が活躍したのが三方ヶ原の戦いでした。武田勢は徳川家康を散々に打ち破りましたが、この時の正貞の働きも目覚ましいものだったようです。武田屈指の猛将山形正景は、若獅子とは正貞のことを言うのだと言い、名刀を与えて激勝しました。いつのことかは不明ですが、正貞は正景の娘をめとって婿となり、山形姓を名乗っていたとも言われています。あの山形正景に見込まれたのですから、大した才能だと言っていいでしょうね。長篠の戦いの勃発、征城作戦は順調に進むかに見えましたが、ここで信玄が発病し、武田勢は甲斐へと戻ることを選択します。しかし信玄の病はどんどん重くなり、ついに信濃国内で亡くなってしまいました。これは武田にとって大ダメージでした。信玄の後を継いだのは勝頼でした。しかし父ほどの求心力はなく、武田勢は強いとはいえ、信玄の頃とは違った様相を呈してきます。その中で武田勢の力の低下に反比例して力を伸ばしてきたのが織田信長でした。そして天正3年1575年、勝頼は織田徳川連合軍と対決することになります。これが長篠の戦いでした。飛ヶ巣山攻防戦で命を落とす。正貞は勝頼の本隊ではなく、信玄の異母弟である川久保信実の隊に配置され、飛ヶ巣山に着陣します。飛ヶ巣山砦にはそれを守る4つの砦がありました。そのうちの乳母ヶ懐砦を守っていた正貞ですが、ここでまさかの奇襲を受けることになります。織田信長の密命を受けた家康の家臣酒井忠次が別動隊を率い、飛ヶ巣山の後方に回っていたのです。乳母ヶ懐砦は他の砦とは違い、山頂や尾根ではない場所に配置されていたそうです。このため高いところから襲撃してきた敵の気配を察知するのが遅れたとも言われています。とはいえ正貞は武田24将にも数えられる名将、数的にも圧倒的に不利でしたが、次から次へと襲い来る兵に対し力の限りを尽くして戦いました。しかし他の砦を落とした織田方の兵が続々と加わり、ついに正貞は力尽き戦場に倒れます。共に参戦していた弟2人も命を落としました。その後の西草市、飛ヶ巣山攻防戦での武田勢の敗北はそのまま設楽ヶ原決戦の結果でした。武田勢は山形正景、内藤正豊、馬場信春など
武田四天王のうち3人が討ち死にし、他にも多くの宿将を失うなど大敗としか言いようがない敗北を喫したのです。これはすなわち武田氏の行く末を暗に示したものでした。正貞の嫡男盛吉はまだ幼く、正貞の生き残った弟正義が名代を務めました。また父虎義は長生きし、信長による甲州征伐を生き延び、武田氏の滅亡を目撃します。そして本能寺の変後の動乱を経て、徳川家康が甲斐を掌握し、武田維新を受け継ぐと虎義もまた家康に仕えるようになり、天正12年1584年に亡くなりました。正義も家康に仕え、関ヶ原の戦いを経験することになります。まとめ1。三枝氏は歴史が古く、日本書紀にも名前が残るほどの一族だった。2. 武田信玄の近侍として仕えたが、歓喜により蟄居していたこともあったという。 3. 信義事件の後、信玄に起請文を提出して改めて忠誠を誓った。 4. 金沢城攻めで功績を挙げ、信玄から激賞された。 5. 山形正景の娘婿となり、三方ヶ原での戦いぶりは若獅子のようと称された。 6. 信玄の死により後を継いだ勝頼に仕え、長篠の戦いに参加した。 7. 飛び鷲山攻防戦で敵の奇襲を受け、奮闘するも討ち死にを遂げた。 8. 父や弟が徳川家康に仕え、三枝氏は名脈を保った。武田信玄や山形正景からその才能を認められていた三枝正貞、長篠の戦いで命を落とした時にはまだ39歳でした。もし生き延びていたならもっと活躍できた武将だと思いますし、その活躍を見たかったですよね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、もしよかったら登録よろしくお願いします。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。